昨日大津さんがですね、党の経費がかからないみたいなこと言ってましたけど、そりゃそうですよね。国民の皆さんに我々 NHK の被害者をお守りしますって宣言していただいた票の、それの政党助成金もらってるのに NHK の被害者守りませんってはっきりと言ってるわけですよ。それお金いらない当選ですよね。何言ってるのかなと思いながら、もう本当に吉本新喜劇みたいなことを平気で言ってる人たち、まあ、これはまさに詐欺師そのものなので、なんかね、200万円も司法書士のお金を払うのを払いすぎだとかって言ってましたけど、お前の着てるそのスーツ10万円もよっぽど怪しいよ、よっぽど無駄やでと大津に言いたい。何よりもあなた国政政党の党首を名乗るんであれば収入源を明らかにしなさい。でも大津彩香さん、あなたどっからお金もらってるんですかね。仕事もせずにお父さんのお金もらってたら、それこそあなた脱税とかに当たりますよ。それこそ会社法であれば特別背任とかに当たるわけですから、自分のお金について、なぜ毎日おいしいもの食べれるのか、そんな10万円もするようなスーツを着て会見できるのかについて明らかにしてください。これだけちょっと説明しますと、これ裁判所が法務局に出している紹介状です。で、要は今村岡先生がおっしゃってくれた通りですね、代表権を変えることについては口頭で大丈夫なんですよ。それは現にそうだ。ただ代表権を変えたけども、それを党規模に反映させるためには書面が必要だっていうのが、この政党交付金が政党交付云々っていうやつですね。法人格扶養法っていう、まあ、すごく長ったらしい。そこにどうしても署名が必要となっているので、であればもう本人が書かないということになれば、こう最後に書いてますけど、承諾せよっていうことですね。ここの承諾せよ、いわゆる大津彩香は裁判に負けて、判決文で大津彩香はその代表権を変えることに承諾せよっていう判決を今もらいに行こうとしてるっていうことですね。だからそれができるまでは大津彩香が今総務省の方については自由にできてしまう。ただまあお金の方のリソナの方はちゃんと止めてくれてるという状態で、リソナ銀行の訴状っていうのはこれ超えるもんですかね。これがリソナに大津彩香が出した訴状の頭、これに対してリソナ銀行が出している答弁書で、我々というか斉藤君のところに来ている訴状裁判に参加してくれっていうリソナ銀行からの依頼ということで、まあ、もちろんリソナ銀行もですね、大津彩香たちがですね、まあ、簡単に言えばこれ本当に不正にお金を党から抜き出そうとしてるだけなんですよ。これシンプルにそういうことなんですよ。別にああやってきれい事言ってますけども、大体詐欺して普通にきれい事言うんですよね。だから皆さんには本当に騙されないように、大津彩香がやろうとしているのは、党のお金、本来は債権者にお返ししなきゃいけない、あるいは従業員に払わなきゃいけない、そういったお金をですね、なんとか時間を稼ぎながら不正に抜き出そうとしている人たちであると、これを明確にこの記者会見場で言っておきます。昨日ね、大津彩香が何か立花が嘘つきだと言ってますが、嘘をついてるというんだったら、具体的にどの事実について嘘を言ってるのかとか、適時すればいいじゃないですか。あの人は言うことが全部嘘だとかね、ほとんどが嘘だと言うけども、僕はこういった場所で嘘ついたことないですよ。逆に教えてほしいですよ。これだけ正直に生きてきてる人間に嘘つきだ、具体的に嘘がないから出せないですよ。でも僕ははっきりと大津彩香がついてる嘘、銀行からお金を下ろしに行こうとしてるじゃないですか。これリソナ銀行がちゃんと、リソナ銀行の弁護士が答弁書で書いてますよ。これ見てやっぱりなと思いましたよ。もちろん先ほど聞いていただいた音声でも分かる通り、リソナ銀行の支店長は大津彩香の秘書である山中という人物が全額お金を下ろしに来ました。何使うんですか、大津さん。今年の4月7日に900万円ほどの現金引き出して何したかったんですか、説明してくださいっていうところを、こう我々と話をすると、自分が詐欺をしようとしてたっていうことがバレてしまうから、ああやって隠れて記者会見をしてるってだけのことです。だからまあここはね、彼女に代表権を委譲したのは僕なんで、その責任はもちろんあるんですけど、ただ徹底的にここについてはですね、本当けしからん人物で、斉藤君は一生懸命本人というか、その彼女に納得してもらおうと動いて発言でありましたけど、もう浜田議員が言った通り、もうどうしようもできないです。もうただのそういうお金をむしり取ろうとしている人たちの集まりなので、それこそ大津彩香さん、あなた文句があるんだったらどうぞ来てください。カメラの前で、国民の皆様の前で、お互い証拠を持ちながらって、お互い主張し合いましょうよ。
全部言ってるのは大津さんの方ですから嘘がね。ということで最後にですね、昨日私どもやっぱ NHK の被害者を守りするということで、昨日 NHK が契約してない人を対象に3人の方に裁判をする、そしてここに割増金まで請求するという裁判が提訴されています。我々は NHK と契約してない方が裁判になっても今後お救いしません、経済的なお救いはしませんということを宣言しております。ただ、裁判をですね、戦うということであれば無料で、村岡先生に戦ってもらおうと思いますので、もし訴えられた方については私どもにご連絡をいただければ、裁判の対応していこうと思います。昨日大津さんがですね、党の経費がかからないみたいなことを言ってましたけど、それはそうですよね。国民の皆さんに我々 NHK の被害者をお守りしますって宣言していただいた票の国、それの政党書籍もらってるのに NHK の被害者守りませんってはっきりと言ってるわけですよ。それお金いらない当選ですよね。何言ってるのかなとか思いながら、もう本当に吉本新喜劇みたいなことを平気で言ってる人たち、これはまさに詐欺師そのものなので、ただこの割増金についてはですね、今最高裁でこの割増金自体が正当な額なのかっていうのは実は争っていますけども、NHK の方から未契約の方に、裁判をしてきたっていうこと、しかも割増金のこれ3倍ですからね、料金ね、3倍払えというような裁判ですので、本当にその電車のキセルみたいにね、電車賃を不正に、電車のキセルなんて犯罪ですから、でもテレビを設置してるのを契約が2ヶ月ちょっと遅れただけで3倍料金払えっていうのが本当に消費者契約法とかに照らしたときに適切なのかどうか、これを決めてるのはちなみに総務大臣です。国会ではありません。割増金を決定してるのは実は国会事項じゃなくて、国会での承認事項じゃなく総務大臣です。本当にこの総務大臣っていうのが我々のこの代表権も総務大臣が結局大津彩香だみたいなことを、少なくとも斉藤健一郎ではない今は疑義があると言ってるわけですよね。だから本当に危ないですよ、これ総務省は。こういう場でこうやって言うとまた嫌がらせされるんでしょうけど、泉佐野とのね裁判も負けてるでしょ、ふるさと納税とかね。だからこの国の今の総務省っていうのは非常に危険なところである。ジャニーズ問題だって実は総務省が中身チェックしてないことがポイントですからね。どう考えたって総務省の職員だってジャニーズのことが裁判で負けてるわけだから知ってたわけで、我々ここで総務省に今批判をしたら余計に具合は悪くなるでしょうけど、仕方がないので、非常に危険な組織であると、総務省がこれを認めてるっていうことになるんで、ぜひ隣2人の総務員の2人にはこの裁判について割増金について、ね、ぜひNHK の今稲葉会長はいたってまともな人だと思いますので、そういった質問もしてもらって、なんかね200万円も司法書士のお金を払うのは払いすぎだとかって言ってましたけど、お前の着てるそのスーツ10万円のがよっぽど怪しいよ、よっぽど無駄やでと大津に言いたい、ね、何よりもあなた国政政党の党首を名乗るんであれば収入源を明らかにしなさい。私の娘に20万円、これ私の娘は法に基づいて臨時管理人ということをしています。ちゃんと仕事をして20万払ってます。でも大津彩香さん、あなたどっからお金もらってるんですかね。仕事もせずにお父さんがお金もらってたらそれこそあなた脱税とかに当たりますよね。それこそ会社法であれば特別背任とかに当たるわけですから、自分のお金についてなぜ毎日おいしいもの食べれるのか、そんな10万円もするようなスーツを着て会見できるのかについて明らかにしてくださいというようなちょっと嫌味を込めて、嫌味を言いながらですけどね、はい、あと最後に和解条項にないものを返してくれって言わないでくださいね。車とか返すなんて一言もこっち書いてないから。和解したのは12月31日に和解っていうか文書を渡、書面を渡したのは総務省に届け出しなきゃいけないから、こちらとしたら、必要な文書を渡します。そして、通帳もですね、お金を借りてる方の名前がそこに出てくるわけですよね。誰から1000万借りたとかね、それを裁判をちゃんと進めるために通帳も原本とお渡ししてるわけですけども、それを何か住所が違うからとかね、わけあるまで言ってましたけども、ちょっと本当にいい加減してくださいということです。あくまでも代表権を争ってるわけで、必要以上のものを渡してます。昨日ね、僕の家のマンションの契約書について渡してるっちゅうね。
ビデオも撮っとるがな。それをいやそれもらったかどうか分かりませんとかって昨日言ってましたよね。調べろよもう1ヶ月も経ってるのにっていう、その必要のない和解条項に入ってない書類までお渡ししてるのにあれがないこれがないって言うんですよ。文句あんねやと大津やるか飛んに来いよって、別に殴ったりとか蹴飛ばしたりとかするわけがないじゃん。で裁判で僕がなんかパワハラしてるまで言ってきてるんですけど、裁判それ僕がパワハラしてるまで言われてるんですけど、まあ、そういうのも今争ってるところです。間違いなく名誉損なんでね。特段だからこのまま行くと裁判今の感じで言ったら3月ぐらいまでに判決出そうな雰囲気ですよね。だと思いますね、はい。パチプロ政治家 YouTuber N 国代表俺が立花、口の聞き方を気をつけな、俺は持ってるぶっ壊す力、未来永劫不老不死、天上天下唯我が独尊、売られた喧嘩は買いますせ、ぶっ壊してみな弱小政党、グリーン路上カーセックス、これはアウトなデラックス、反社に過激な集金トラブル、先にセクハラないモラル、何が何がお客のさ多分がいいんだ、女性の方もっと一発受信よ、お客のはもう恋ぼりよ、一人で始めた放送局 NHK まるで暴走族だから、俺が全てを暴く NHK をテッカー。